チャンネルパパちゃんでーす。チャンネルパパちゃんです。はい、娘ちゃんと、そして、もう一人、最近ちょっと、はにかみ屋になっている、誰だあなたは、はい、息子ちゃんがいます。息子ちゃんって誰、はい、ということで、今日はですね、はい、ゆっさんサンタ、豊か山本さんからですね、はい。誰それ。え、あれだよ。あのね、パパのね、虫友達のね、豊か山本さん、ゆっさんからのですね、クリスマスプレゼントが届きました。わー、パチ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 って、あれ、なんかパパの声しか聞こえないんだけど、ね、なんで照れてんの今日。はい。じゃあ、早速ですね、じゃあ、息子ちゃん、開封を、もう実はちょっともうペリってやってるんだけど、ちょっとね、はい、始めてください。どうぞ。さあどうぞ。後でね、早送りするから大丈夫。どうぞやっちゃって。ドキドキワク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 ドキドキワクワクドキドキワクワクドキ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 。ちょうどあれだね。そこから剥がせる場所あるじゃない？緑色のテープ剥がせるからね。そーっとと、おーそ。お、はい。じゃあ、はい。いいですか？娘ちゃん、待って。娘ちゃんが開けます、そこ。はい。はい。いきますよ、娘ちゃん、開けてください。娘ちゃん、どうぞー。バーン。おー、ちょっと待って。ちょっとかわいい。はい、これね、だって蓋がね、こうね、されてて、でそこからがね、じゃじゃーん、ちょっと待って、うん、あら、昆虫ゼリーもいっぱい入ってますよ。そして中にはすごいね、保温シートもバッチリでね、ありがたやでございます。大王って書いてある。大王、幼虫見えるかな。大王、待って、大王、はい、で、これがホワイトアイの可能性 25% のギラバ。おお。はい。マンディーブロリス。お、マンディー？マンディー？おお。マンディーと大王と。ホワイトアイ 25% の確率のフローレス。いやー、すごいゴージャス。で、これがまだいるぞ。まだいる。これが多分今ここに歩いてたもし。え、嘘。なんかいた？あ、小林だ。あ、ちっちゃいの？うん、わかんない。大王を。あれ、俺の手にくっついた今度。何が？あ、本当だ。じゃあ、これはさっき俺が叩いたの。あ、そうかもしれないね。マンディブラリス。あれちゃんとさ、あのさ、あれゴミ捨てた？ティッシュって。そのティッシュ。いや、そのティッシュ。落とさないでよ。そしたら、すごい。で、おお、いたー。あれ、あ、ここなんか、あ、コパイちゃんはいっぱいいます。あとでね、あれですか。本当だ。おお。ね、ここに、うん、あ、いっぱいだね。どこ。でもね、すごいね。うん。ほら。すごーい。ね、
ちょっと何あ、ここ、うん、わーわーわーわあ、つかめたやった、やったねー、はい、ほーらなんかいっぱいちょっとことでですね、はい、なんかこれくっついてるということで、はい、ゆっさんたくロース、ね、ゆっさんたくロースからですね、はい、ね、届きました。合計で9頭のですね、幼虫ちゃんたち。3頭ずつ、9頭、そうです。ね、レインボーって9だっけね、マンディーブラリスちゃん。ね、ダイオウオオヒラタちゃん。で、フローレスギラファホワイトアイ 25%! はい。これは楽しみです。うん。さっき娘ちゃんに許されてたよ。え？あ、大丈夫。ちょっとぐらい大丈夫。ちょっとぐらい。ね。なんで、じゃあちょっとね、この子たちの中身の製造確認したいと思います。怖い。うん？はい。ということで、では、はい、中身確認していきたいと思います。ギラファナザーの幼虫ちゃんです。後でね、禁止瓶の方に移してあげましょう。では行きます。では出しましょう。そうだね。ちょっと大きくなったね、なんてかね。あら、この子ね。はい。じゃあ、大きく育ちましょうね。はい。というわけでね、生きてました。よかったです。フローレスギラファ君。フローレスギラファ君。じゃあ、戻します。ごめんね。結構奥の方に行きました、うん。この子はね、しばらくマット生活ですね。一回くぐっていいですか？いいですよ。ゆりちゃんのですね、幼虫のですね、一匹ね、ちょっとね、確認ね、してみましょうね。はい。では、いいですか？あまり揺れないでください。あのね、これ、見る人がね、見抜かれちゃうかね。はい。さて、では、いきますよ。サラサラサラー。サラ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 。さあ、マンディーブラリスね、これもね、大きく育つ猫だよね。うん、うちでも大きく育ったいね。でかい人だよ。お、いた、発見。まだちっちゃい。あら、いましたよ。ほら、さっきよりちっちゃい。さっきよりちっちゃいね。けどほら立派な顎ついてる、うん、かわいい顎、うん、かわいい顎だ。すっよりちっちゃいせいに、うん、かわいい顎、うん、ましたね。うわ、かわいいよ。ちゅう、じゃあこの子もちょっとしばらくマット生活ね、行ってみましょうね。一回切っていいですか？いいですよ。大王ひらた、行ってみましょう。大王ちゃんはどうでしょうかね。ひらぱとね、マンディちゃんはすごく可愛かったね。ちっちゃい。マンディちゃんはやっぱりちっこくて可愛いかな。マンディちゃんってもうあったじゃない。大王ちゃんでしょ。
あ、そうかそうか。だよ。マンディちゃんも終わりました。マンディちゃんもちっちゃかったよね。これキラバが一番綺麗です。撮ってる撮ってる。撮影するときにさ、固定してさ。スマホ？そう、スマホ用のさ、だからさ、そういうでっかいの欲しいなと思ってるんだけど、いたー！あ、大きい！大きい大きい！え、なんで？ほら、大きい！大きい大王ちゃん、ほら。どれどれ？ほら。でかー！ちょっとちょっと見せるよ、ほら。かっこいい。大王は大きい。あ、これくらい大きかったらもう禁止瓶入れられるね。もうね。この子はあれだね、ちょっと禁止瓶の方に後で移動しましょう。ね、あら、おっきいおっきい。もう2例だね、これね。うん。あら、おっきいね。なぜかマンディとフローレスと違って、大王だけおっきいとは。だから成長してたんだよね、もうね、だいぶね。よっしゃ、じゃあ、大王はおっきいので、もう禁止瓶の方にですね。じゃあ、後で移しておきましょう。はい、いいですよ。切っちゃいます。でですね、はい。ユッサンタクロースから届いた子たちはですね、とっても元気な子たちでした。はい、じゃあね、しっかり育てていきたいと思います。ユッサンタクロースありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございました。はい。